わけで移動が終わって愛知芸術劇場に到着しました。本日はダンス協会主催の名古屋スプリングダンスフェスティバルに出演するために名古屋へ来ました。イエーイ、こっちが来たぞ。これからリハを行って、今日は一演目パフォーマンスした後、夜にはワークショップが控えております。というわけで一日濃密なスケジュールになっておりますが、頑張っていきましょう。イエイ。パフォーマンス中に光らせてもらって、このようにこのように光らせていただければ、パフォーマンス終了。ワークショップ、はい、というわけでワークショップに来ました。さあ、僕たちの目の前に今日の生徒たちがいて、90分みっちり鍛えていきたいと思います。それではどうぞ。この辺でいただきます。こっちサイド、はい、こっちでもどうぞ、はい、この2回ノックするっていう動きをまず最初やるので、ちょっと流れみんないい感じやで、いい感じです、優秀でございます。皆さん太鼓アナルシス教えてやるぜ。名古屋スプリングダンスフェスティバルとワークショップが終わって念願の名古屋飯でございます。私さ、X のグでいろんな名古屋飯を募ったんやけど、いっぱいあったから何でも食べれる居酒屋さんに来ました。明日の演目も頑張りつつ、今日は本当にお疲れ様でした。いや、もう乾杯。これが愛知の手羽先の食い方らしいです。湯気出ちゃった。おはようございます。名古屋2日目です。無事時間通りチェックアウトして、今から、まあ、昼食だよね、もう時間的には、うん、今日も頑張るぞー。
お昼のティータイムを終え、今会場に向かっております。会場入りしてリハーサルして今日の演目を終われば名古屋遠征は終了です。いやでも遠征帰るまでがいいですよ。そう、はい、じゃあもうすぐ会場着くんでね、頑張りたいと思います。イエイ。もうなんかあと15分ほどで僕たちの出番が来ます。今札袖に来ます。ということで2日間にわたって名古屋スプリングダンスフェスティバル参加してきたんですけれども、めちゃめちゃ勉強になりましたね。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃかっこよかったです。東京に帰ってきました。ということで今回のフェルフはここで以上になります。次はね、サムとシジピも一緒に来れたらいいなと思って。そうね。ということでまた次のフェルフでお会いしましょう。ブイブイブイバイバーイ。